ては仕事だから今でもこういう、こういったやつが来るかもしれないけど、それはちょっと、ね、そういうね、パワハラ尺じゃなくて、そもそも私がパワハラ尺みたいな。で、まあ入っちゃう人もいたりしたからね。うん、まあパワハラさて、そこのその本当のそのパワハラで宗教的な圧力をかけるって場合と、うん、一応上司だけど人間関係もそこそこにできてると、うん、で向こうもそういう、でもやっぱりちょっと上司と遠慮もあるくらいな、まあ、プチパワハラと、うん、いろいろあるね、幅がありますね。だから美子さんの場合はそうこっちに寄ってるじゃないですか、うん、だから一概にその権力と会社の力を使ってどのこのではないからね、うん、と彼女の場合ちょっとまだもうちょっと、うん、でも、うん、でもやっぱりいつかでは話したらいいかな、うん、その仏様はいいんだけど、その大作さんが亡くなったその今後ね、うん、そこを僕は聞きたいんだよね、うん、どういう気持ちで今後その信仰を、うん、まあ、目的感というか、なんだろう、よりどころ、うん、どう捉えてくるんだろうかと、うん、なんかあれでしょ、胸中にお和しします、そう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 、お本尊様がお和しますから、うんうん、別にそんな、まあ、ちょっと似てるんですよ、どこを向いてお和でもいいんじゃないかと、うん、ご本尊様は向かなくてもいいんだと、うん、まあ、どこでもいいから胸中にあるから、それを拝んで胸中の和をすると、それで自分がたちまち仏になるからっていうようなことを、そうそう、同じだよね、うん、だからご本尊に迷ってくるとみんなそれ言い出すのよ、うん、だから問題はだけど、その創価学会というその大きなうねりがあったわけだよ、今までね、運動として、それのやっぱり中核にいたわけだよ、うん、ほとんどフロントには出てこなかったけど、まあ、ほとんど全然出てこなかったけど、うん、精神的な支柱であったわけです、うん、先生のために、うん、先生のおかげっていう、でも本当に死んじまったわけだ、うんうんね、最初の2年や3年はいいけども、ここから先創価学会ってものはあなたがやっていく限りはね、5年先、10年先っていう風に時に、何をこうモチベーションにして学会活動をねしていけるものなのかが素直にも聞いてみたいわけですね。日蓮宗宗の場合はもう厳然とそこに大御本尊様、そしての化身脈僧正の方がこうはっきり代替わりをされていくわけだから、日蓮上人、うん、日蓮上人行ったらもう日蓮上人とこうなるじゃないですか、迷わないわけよね。そして家庭にはちゃんとお寺からいただいたご本尊様と、で彼らの場合はもう大御本尊は別にどうでもいいんだになり、で有事心なんかない、否定してるんですか、学会否定して、否定っていうかね、数あるご本尊のうちの一つだから、あの階段のご本尊も一つだから、そう、まあ、それはそれでいいんだよねみたいな、そうそう、うん、でも学会としては、うん、そのご本尊を、うん、あの信仰の根本対象とはしないふうに決めたんだっていう、うん、そういうノリ、決めたんだ、ね、決めたのよ、うん、そういうノリですよ、だから一緒に信仰の対象といたしません、いたしませんっていう、こんなちっちゃい記事、そうそう、しかもそれもさ、呪事の対象としていたしませんだから、わかんないんだよ、驚愕ない人は。呪事即肝心っていうことを分かってる人は、呪事の対象にしないってことは要は信心の対象にしないってことよねって、うん、こう噛み砕けば分かるけど、そういうこうふわっと言うわけ、呪事の対象としてはいたしませんみたいな、まあ、要はで、じゃあ否定してるのかって言うと、否定はしてないよと、いいじゃないご本尊だから、数あるご本尊の中の一つとしての体積寺側の人は拝めばいいじゃんと、私どもは何なら胸中だし、